はい、今回はこちら非防水、この時計を紹介していきたいなと、そういうふうに思います。嘘です。はい、今回ですね、こちらを購入しました。ビッグカメラ .com。 違うな、この段ボールどういうことでしょうかね。ビッグカメラ小島ソフマップ、これ3つ書いてるんですけど、共通の段ボールということですか。はい、今回ソフマップでこれを購入しました。ちょっと早速開封していきましょうか。カッターの刃を出して、あえてハサミで切っていくスタイル、こういうのもね、やっぱ大事やと思うんですよ。やばい、納品、危ない、納品書に名前が、本名がバレるところでしたね。ちょっとここカットしましょうか。こんなもうえらいところですよ。ここモザイクかけましょうか。本名がバレるところですよ。はい、こちらがメインの段ボールです。はい、今回購入したのがこちらですね。マイク端子のない AV 機器でマイク集音覚醒が可能。なんかおしゃれに、ね、筆記体で書いてるんですけどね。マイクロフォンかキャンプリファイヤー、なんて書いてるんですかね。あ、こっちに書いてましたね。マイクロフォンアンプリフター AT-MA2。 これ型番の方ですね。これはね、どういう商品かっていうと、ちょっと爪長いな。あ、後で切りましょうか。これはね、マイクをつないでパソコンに入力するときにね、音声が小さくなったりするんですけど、これを声の音を大きくするための機器ですね。例えばゲーム実況とかにね、音声が小さいなと思ってたら、この商品ですね。これをちょっと推奨していきたいですね。メーカーがオーディオテクニカ。そして、これどこが生産してるんですか？メイドインどこですか。これありました、安定のメイドインチャイナ書いてますね。メイドインチャイナ、ピントが合ってない、メイドインチャイナ。はい、それでは早速開封していきましょうか。結構しっかりした箱に入ってますね。これは説明書、保証書ですか。あ、そして思ってたより小さい。はい、こちらがメインのビニールです。あ、失礼しました。パッケージ紹介してました。こちらメインのパッケージです。はい、付属品ですけども、保証書と説明書ペライのが1枚と、この本体ね、思ってたより小さいですね。めちゃくちゃ小さい。このタバコよりちょっと大きいぐらいですか。またタバコ吸わないんでね、そんなサイズよく分かってないんですけど、すごい小さいですね。手のサイズに対してこの大きさ。手のサイズとか人それぞれ。はい、そしてこちらがアダプターですね。こちらに電源を供給するためのアダプターが1個ついてます。はい、そして価格ですけどもね、価格いくらやったんですか。ここに出しときましょうか。4000ちょっとやったんですけど、楽天ポイントがね、なんか1300円ぐらい貯まってたんでね、それを使ってほとんど3000いくらでした。そしてこれ使い方ですけどね、インターフェース紹介していきましょうか。こちらがダイナミックマイク、そして普通の小さい、なんていうチャッチマイクのタイプと、そしてここにね、3つボタンがあるんですよ。こちらオフとモノラルとステレオですね。ステレオにしておきましょうか。そしてこれマイクの原因調整、これがボリュームみたいなもんですね。そして後ろが、こちらがをですね、パソコンの方につないでいきます。こちら赤と白の2ウェイ
なんかダイソーにね、一個に絞るやつあるじゃないですか。イヤホンジャックみたいなやつに。あれを使ってパソコンの、ジャックに一個つないでいきます。はい。ダイソーに売ってるのがね、こちら。2ウェイをワンウェイにする、このなんか変換アダプターみたいなやつ。これね、こことここが、オスオス。いや、こっちから見るとメスメスになってるんで、これを使わずにね、やっぱりこっちを使っていきたい。こっちを推奨していきたい。ここにオスが、ここ刺すじゃないですか。そうするとですね、あ、ちょっとひねれてる。これ一本がこう出てくる。こういうケーブルがね、なんか500円ぐらいで売ってるんですよ。これをちょっとどこで買ったか覚えてないんですけど、推奨していきたい。そしてこれをね、もう直接パソコンに挿してもいいんですけど、まあ、これ延長しても大丈夫です。この延長ケーブル、ダイソーで100円ですね。線届いたら、これ直接でも大丈夫です。はい、そしてフロント側の方ですけど、こちらが今回使うのはね、ゲーム実況用のこのソニーのコンデンサーマイクですね。肩すきがちょっと汚れてるな。PCM-PC60。これをちょっと使っていきたいなと思います。はい、こちらがこのインターフェース、これですね。これをここにつなぐだけですね。はい、これでもうセッティング完了です。あとはもうパソコンに接続するだけです。一応、接続を見ておきましょうか。インターフェース。こんな感じですね。はい、なんかパソコンに接続するとこういう画面になります。オーディオマネージャーが立ち上がります。そしてアンプの電源を入れていきましょうか。なんか逆光で、ね、カーテンの隙間からなんか光が入ってきてめっちゃ見にくいんですけど、はい、設定ですけどね、めっちゃ簡単ですね。このマイクにチェックを入れて、そうするとね、ここにもサウンドデバイス、ここにマイクが出てくるんですよ。ちなみにね、今喋ってる声、音声もね、これマイクで拾ってます。録音はしてないんですけど、これマイクで拾ってます。はい、そしてオーディオアンプの方ですけどね、これですね、つまみをこれぐらいまで設定してます。これでね、だいたい音声を拾って、大きくしてくれているみたいですね。はい、ちょっとノイズもね、多分あんまり入ってないと思いますけど、ちょっとテストしていきましょうか。エレメンタルストーリーを、この画面を録画しながら音声を取っていきたいなというふうに思います。はい、というわけでね、こちらのマイクとボリュームアンプ、そしてこのパンを止めるやつですね、こちら4000ちょっとで買えますのでね。あ、まあ、マイクは別売りですよ。マイクはね、結構前に紹介したんでね、その紹介動画、この動画概要欄の方にリンクを貼り付けません。今回も貼り付けません。やっぱりね、このマイクだけやったらね、ボリューム、音声が小さかったんですけど、このボリュームアンプを使うことでね、すごく安定した声、音量。これはちゃんとパソコンにね、録音できたかなと思ってます。最後までご視聴いただきありがとうございました。え、マジか、勝手に動く。いやいやいや、どこ行くねん、どこ行くねん。